どうも、龍太郎です。今日はね、この時計をね、修理に出したいと思ってて、その修理っていうのも、これ買ってもう2年経つんですけど、フリーメンテナンスの期間がね、もうじき終わろうとしてるのでね、これを機に、ちょっとね、修理に出していこうと思うんですが、現状ね、そんなね、傷とかもなく、すごく綺麗なんですけど、どのぐらい期間がかかるとか、そういうのもね、お伝えできればと思うんでね、すごく今急いでるんですけど行ってまいります。どうも、龍太郎です。今日はね、冒頭でも見てもらったかと思うんですが、シャネルのね、時計をお直しに出しておりまして、出していた時計がこちら、帰ってきました。はい、まあ、フリーメンテナンスでね、お値段はもちろん無料でね、していただいてね、それをちょっと今日は開封していきたいと思います。こちらね、こういうケースに入れていただいてね、こちらになります。じゃあ早速中を見ていきましょうか。じゃーん、中にこれ時計があって、なんか入ってますね。はい、こんな感じになっております。というわけで、久しぶりのご対面です。時計、じゃあ早速もうね、まあ、状態を軽く見て、磨いてくれてんのかな。はい、こちらです。もう綺麗でしょ、ダイヤモンドが綺麗だな。はい、フリーメンテナンスでね、結局何をしてもらったかっていうと、明細が入ってて、はい、こういうね、やつに明細入ってて、ちょっと見せれないとこあるかもしれないから、ちょっと広げて読みますね。はい、こんな感じ。はい、シャネルアフターセールスサービスのウォッチで、保証内点検っていう、まあ、フリーメンテナンスで、こうやってね、なんかいろいろチェックしてくれて、バッテリー交換をしてもらったみたいです、今回。いい時計って、あの時計のそのメンテナンスのことオーバーホールって言うんですけど、まあ多分、まあ時計のね、オーバーホール、いい時計のオーバーホールなんかしたらすごい値段かかっちゃうから、今回はね、まあその機会にね、こちらの時計をね、いやー、修理してもらえてよかったです。もう買ってから2年経つんだなって思いますね。っていうのを置いといてさ、この中なんか開けてさ、ここにまず説明書かな、これちょっと読んでみましょうか。何やろ、日本のね、あのページ、これなんかいろんな言語のページがあるんですけど、その日本語のページのところにね、シャネル東京さんで直してもらいましたって、もうこれシリアルナンバーとかあるからちょっと隠してるんですけど、こういう証明書でしたね。すごいね、ここにぴったり入るようになってんだと。あとこれなんだろう、服な、なんだろうな、これ服物かな、なんか包まれてるけど、いや、破らない程度に開けてみましょうか。まあ多分なんだろう、服物かなって思うんですけど、あ、違う。なんだこれ。あ、これ乾燥剤だこれ。乾燥剤みたいなの入ってました。ここをこうやって拭くもんかと思ったら乾燥剤です。そういうのも入ってるんですね。なんだろうと思って期待して開けたけど。はい、それが入っておりまして。中はこんな感じですね。残りは時計を巻いて入れれるような。ほら、ここがね、マジックテープになってて、毛を入れれるようになってます。まあ、マジックテープになってるってことは、まあこれだけでも何かには使えなくはないけど、穴が開いてるから、まあ使えないかって感じの、ケース付きでございました。修理はね、だいたい1ヶ月ぴったりですね。お店に持ち込んで1ヶ月ちょうど後に戻ってきますって言われて、受け取りに行ってきました。1ヶ月で、久しぶりのシャネルだったんですけどね。
待ってる時とかお待ちくださいみたいな感じで店員さんがこの時計をね取りに行ってくださってたんですよ。そしたら別の店員さんが話しかけてくれて、すごい素敵な格好ですね。その時 2.55 のバッグ持ってたんですけど、いやこんな風に 2.55 のバッグ使っていただけて光栄ですみたいな、そういうねことを言っていただいてね、まあ気分良かったですね。うん、シャネルのお店の雰囲気とか、まあ、店員さんとの交流とか、久しぶりだったんですけど、あ、この感じいいなって思いましたね。シャネルに似合う男性になりたいなっていうこともすごく思いました。なんか気品がね欲しいなって思いましたね。その話しかけてくださった店員さんが、なんかシャネルはもう優勝ある、もう唯一無二のブランドで、まあみたいな話をちょっとね、ちょっとそういう話をして、でも素敵にね、まあ、例えばこの辺だと思うんだけど、まあ、着用してくださってて嬉しいですっていうことをね言っていただいてね。シャネルって、まあ、私メンズなんですけれど、まあ、性別はね男なんですけれど、やはり女性のものという何かその固定観念的なものがあると思うんですよ。まあ、そこをね打ち破っていきたいと言いますか、自分がねそのシャネルをメンズでもかっこよく着ていきたいとか、まあ、つけていきたい、かっこよく着用していきたいっていうのがその自分の目標みたいなものなので、それをねお褒めいただいてすごくいい気分でした。うん、また同じこと言うんですけどね、うん、すごいいい気分でございました。でこのねここ暮らしを見て思い出したというか、一つね話すことがあったんですけど、ここにね、こちらねちょっとこうやってですね、はい、雪崎さんっていう自分がこのここ暮らしのブレスレットを買った時にねお世話になったお店からね、手紙が来ておりましたんで、なんかお店から手紙くんの久しぶりでね、こういう機会に紹介しようと思って取っといたんですけど、今日はちょっとそれをね開けて、読んでいこうかなと思います。いやーシャネルからも来てたんだけどな、こういう手紙。はい、開けました。まず担当していただいた店員さんのね、名刺が入っておりました。雪崎さんのね。じゃあこれはちょっと置いといて、バーコードとかあるからね。じゃあはい、お手紙を。あー懐かしいなこの感じ。ちゃんと嬉しいな、手書きで書いてあるや。これは読んでいいよね。まあ、自分の名前書いてありますと、ジェムキャッスル雪崎の〇〇と申します。去年はシャネルのブレスレットをご購入いただき誠にありがとうございます。龍太郎様にとって素敵な思い出へとつながりましたら幸いでございます。暖かい季節へと移り変わり、ゴールドのブレスレットがより映えるかと存じ上げます。洗浄やアフターサービスで何かお困りごとはございませんでしょうか。名刺の QR コードもしくはお電話いただけましたら早急に対応いたします。寒暖定まらぬ時期ですので龍太郎様のご健勝をお祈りしますとともに、今後なお一層ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。やっぱね手書きのこういうお手紙いただけると嬉しいですね。いやシャネルの時ももらってたんやけどな、最近はもう買い物あんまりしなくなっちゃってもらえなくなっちゃったっていう話ですね。別にブレスレットそんな汚れてもないし、まあまたいつか洗ってもらおうかな。なんか永久的にね、いつ行っても別にこれ洗ってくれるって言ってたから、その雪崎さんはね、だからまたいつか行こうと思います。でお手紙関連でもう一個ちょっと時計見ていただきたいんですけど、この角度かな、日付見えます？ちなみに見えなかったらいけないから言うんですけど、今日8です。8の今、夜11時14分今日5月の8日、あとね45分ぐらいでね私誕生日なんです。まあだからって自分にあげるプレゼントとかが周りにあるわけでもないし、まあ何を買う予定も今のところはないんですけど、まあ前日ということでね1個だけこちらにね、まあ別に紹介するほどでもないんだけどね、こんな楽天からハッピーバースデーに届いております。というわけでちょっとせっかくだから開けていきましょう。まあなんか
いやいや、途中で無理なんかい。まあどうせくだんない内容だと思うけど。あ、待って、なんだろう。なんだ、5月お誕生日の会員様専用、じゃん。バースデーチケット。4月31日まで。なんでさ、見てもらっていい？5月誕生日のお客様専用とさ、横にさ、自分以外のカードが入ってんねん。ご友人とご家族様専用。自分の誕生日なんだから両方自分のにしてほしいですよね。って思いました。特別価格500円か。ねえ、今年脱毛も行きたいんですよね。ヒゲの脱毛。なんか、ヒゲの脱毛って、もう数年前から、したいとは思ってたんだけど、でも、なんかいつかヒゲを生やしたい時って来ると思うかなって思ったんだけど、18ぐらいから思って、明日で25になるんですけど、まあもうすぐ、あと1時間以内で25歳になるんですけど、結局7年間ヒゲをね、伸ばしたいって思わなかったわけですよ。ってことはもうヒゲいらんやろって思いましたね。で、あともう一個今気づいたんですけど、ブレスレット位置違う、いつもここなんですよ。直させて。久しぶりすぎて。時計をつけるのは。OKOKOK。あー、これ落ち着く。で、まあそうだから、もうヒゲいらんかなと思うんでね。脱毛行きたいな。てか、それだけかい。それだけかい。500円だけかい。せっかく誕生日なんだから、なんかもうちょっとねえ、なんかくれてもいいんじゃないのと思ったけど、しょうがないか。まあ500円コース行ってこようかな。じゃあ、でもこういうのって苦手なんですよね。なんかこれ行くじゃないですか。でそしたらこれカウンセリングって書いてあってついてくるんですよ、カウンセリングが。でそのカウンセリングってもう契約をさせに来るカウンセリングなんですよね。なんか一回そういうの行ったことあるんですけど、ちょっと押し売りされて怖かったんですよね。だから、ヒゲ脱毛だけでいいんだけどな、それ体験ね。まあでもいつかはどっかで行きたいと思うから、まあどっかしら契約しようと。よいしょ。はい、そしたら今日の終わっちゃったな、今日の話が。まあ25歳になるから、まあ5の、まあ、シャネルのラッキーナンバーといえば、まあ5かな、5だと思うんですよ。まあ5とか19とか、だから5がつく年25だから、それに伴ってね、まあいいブレスレットを買おうと思ってたんですけど、なんかまあそれもあれだから、でもなんか欲しいな自分へ。もうすぐボーナスの時期だし。でもなんかお金をなんか迷ってるんですよね、お金をどう使うかっていうのを。っていうのも、まあ今25年間貯金ゼロでやってきてるんです。もうもらったら使う、もらったら使うで。でも一旦貯めて、まあそのお金をね、まあそのある程度使える状況にしてから、まあ使っていくのもいいのかなと。今使わないお金ができれば将来のために、なんかどんどんそのなんて言うんです、そういうのって、はい、最初のこれがこうやって増えていくみたいな。そうだから、まあ増やすためのお金としてちょっとね貯金もせねばと思ってて、でもこうやって YouTube をやってる以上買い物もしたいんですよ、もちろんね。でもまあ今回25歳の誕生日、ちょっと控えめに買い物をしようかなって思ってます。控えめって言っても、まあ10万20万ぐらいは使いたいかなって思ってます。だからまあちょっと何を買うかとか定まってはないけど、まあ欲しいもんちょこちょこ買って誕生日購入スペシャルとかやりたいですけどね、そろそろね。で月曜日が忙しくって、今日の話ね、5月8日ね、今11時半なんだけど、まあ今元気があれば、まあ、この30分ぐらい今喋ってる動画ちょっと編集して、まあ、10分ちょいぐらいにして誕生日の日ちょうどにねアップできれば、まあキリがいいのかなっては思ったりはしますね。まあそういうわけでね、今日の動画ここまでかな。最高の時計が戻ってまいりました。もう
綺麗でしょうがないよ。やっぱアクセサリー類ってもうここにね、もうどんな服とか着ようがね、ここはもう固定で置けるから、小指あたりにココクラッシュを買おうかな。なんか思い出になるものやっぱ欲しいですよね、25歳って思っております。じゃあまたそれも紹介できればいいかな。まあでもボーナスもらえるのが6月なんでね、買い物は6月以降になっちゃうかなと思うんですけど、まあまたいいものを紹介できればと思います。それじゃあ今日も見てくださってありがとうございます。まあ私が好きなねシャネルのことを根本に置きながらね、毎週月曜日に、大体更新させていただいてますので、チャンネル登録コメント高評価ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。それじゃあまた、明日からも頑張りましょう。ご視聴ありがとうございました。さよなら、バイバイ。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしく。そして高評価もよろしく。インスタグラム、ツイッターもやってるのでよろしくお願いします。また見てね。お願いします。